フラクタルキューブの穴を通り抜ける動画を360度動画にしてみました。まずは、一連の動きを通しでご覧ください。今度は途中で3回静止してありますので、ぐるぐると周りを眺めてみてください。2度目の静止。3度目。これで最後。もう一度通しで流します。